第二直し時代の縦縞四つ目模様の芭蕉布の着物、糸芭蕉修理場、芭蕉布の下皮芭蕉布の製造光景。芭蕉布は芭蕉科の多年草、糸芭蕉から採取した繊維を使って織られた布。別名、商社、沖縄県及び奄美群島の特産品。薄くて軽く、張りのある感触から、汗をかきやすい高温多湿な南西諸島や、日本本土の夏においても、 肌にまとわりつきにくく、良感を得られる。このため着物、蚊や座布団など多岐にわたって利用される。1974年に沖縄県大喜三村貴女家の芭蕉布が国の重要無形文化財に指定されている。肌衣もによく用いられる絹織物の場所を織りとは異なる。徘徊における夏の季語でもある。吉川安一が作詞をし、 福原常夫が作曲をした同名の歌がある。おおよそ500年の歴史があるとされ、琉球王国では王宮が管理する大規模な場所園で場所が生産されていた。民や江戸時代に琉球を支配した薩摩藩への功能品にも含まれていた。庶民階級では値と呼ばれる家庭菜園に植えた場所で各家庭ごとに糸を生産していた。現在の沖縄島では 大喜見村騎女家が、馬章布の里として知られる。一旦の馬章布を織るために必要な場所は200本と言われ、養生を抑えて、外皮を捨て、繊維の質ごとに原皮を開ける。より内側の柔らかな繊維を用いるものほど、高級である。これを木培を入れた大鍋で煮て、竹鋏でしごき、繊維質をより分ける精錬作業を行う。一旦織り上げるのに2ヶ月を要する。 馬肖の糸は白くはならず薄茶色である。無知識化、ティーチの濃い茶色でかすりを織るものが県外では一般的な馬肖布と認識されているが、沖縄では琉球愛で染めたクルチョウと呼ばれる藍色のかすりも人気が高い。太平洋戦争末期以降、沖縄を占領したアメリカ軍によって、蚊の繁殖を防止するためとして、多くの糸芭蕉が切り倒され、絶滅の危機に瀕している。 近年では、瓶型の特徴的な、美しい黄金色を染める服に赤根、紅花を用いることもある。沖縄科学技術大学院大学で、身につけると、暑苦しさをしのげる理由の科学的な分析、研究が行われている。ありがとうございます。